はい、どうも、池です。今日は、原神やっていきます。こちらの、モンドの端っこの方にある島の、この、マスクなんとか ここの行き方なんですが、今いるこの場所、誓いの岬、ここの、先端近くの方まで行くと、空に、暗黒のゲートみたいな、あれがありますので、あれを使うと、あの島に渡れます。で、そこの、渡り方なんですが、今もう、3つ取っちゃったんです。あ、2つか。2つ取っちゃったんですけど、ふわふわしてるやつを、見つけて、捕まえると、いけます。で、そのうちの1個が今、ここにあるんで、これを、と、集めていくと、確かいけたはず。と、真ん中に風が出る。よし。そうすると、いける。いける。あれ？どこだ？あった。ずっとこう高く飛べるのでそこに入れると。で、ついでにそこにある箱も使えるけど、もっと世界ランク上げてからの宝箱開けよう。ういー、というわけで、これで移動します。ほい。到着。で、これも結構豪華な箱なんで。開けないでおこう。はい、というわけで今日はここまで。バイバイ。